もう大丈夫だからね。なんで突然怒り出したの？わけわかんない。はい、喜んで。犬バスかわいい。ねえ、にすずもいつか犬バスに乗れるかな。そうだな、すずがいい子にしてたらきっとね。すず悪い子？超絶いい子、すぐ来るね。だってこんなに丸く柔らかくなってたくさん食べさせてあげたいなって。ですから本当はあの子のためにやってるって顔に書いて。なんですって？何？小林さん、コーヒーが入りましたよ。お、サンキュー。カンナ、いや、おさねって。ひな、先生、紹介す、ナルの友だ、ひな。あの、そろそろ手離してもいいかな？いやー、先輩ったら、私も好きです。話を聞いてください。ゆい先輩、ゆい先輩、ゆい先輩。おずは？すでに裏口からお逃げになりました。先輩もお逃げください。あの野郎、またも私を差し置いて。生産は私、エビナちゃんには言っとくからな。もう、ふんだ、お兄ちゃんなんか嫌い。目つぶって。早く。おう。キスされると思ったんでしょ。どうかしたのか？何か隠してるだろう。闇の炎に抱かれて消えろ。マジっすか？ん？探したぜ、麦わら。やっぱり来たか、アラバスタへ。食うのをやめろ。あん時の煙、なんでこんなところに。やろう。ちょっと待て。ごめん、ごちそうさまでした。まいったな、あいつゴムゴムの技なんも効かねえんだよな。とりあえず逃げるしかねえ。かしぎ。はい、なんでしょう、スモーカー大佐。タオルですか？暑いですよね、この国。そいつを捕まえろ、麦わらだ。麦わら、仕留めます。じゃあトーンをこうして。うん。おのれモデル顔め、なんでも似合って、うりうり。ちょ、痛い痛い。このこの、やめ。返すわね。さあ、ご感想は？緊張。え、ちょ、痛い痛い。何すんだてめえ。ご感想は？いや、痛えよ。何すんだお前は。あーそう、じゃあ次はグーで殴ってやろうかしら。なんでそうなんの。これは特別じゃない。本当に伸びた。柔らかくてゴムみたい。はい、もう終わりよ。もう一回。やめよ、キリがないじゃない。いやー、この火曜の夢食いづれんな。おい、なんだ人の体つついたり伸ばしたりてめら。仕方ないじゃない。あなたもう明日出航でしょ。記念に一度男に触りたいって子たちに。ほら、
でもソースでお口汚そうはダメ。クシュクシュ拭いて。やったー、行ってくる。なんで固まるんだよ。ほら、もっと笑わんかい。やべー、マジだよね。まるでだろ、まるで。とりあえず確かめに行こう。引き続きよろしくお願いします。はい。大丈夫っす。もしお嬢とぶつかることになってもマジに勝つ気でやるくらいの構えっすから。なんすかその顔。何よ何よ、私への敬いが足りないじゃないの。いつも敬ってるじゃないですか。もっともっと敬うの。ちょっと貸せ。ねえ太郎さん、もうちょっとください。大丈夫大丈夫、まずくないから。では改めて、あん、あおいしい。そりゃよかった。じゃあとりあえず歩こうか。まあいいけど。全員犯罪者。イエス。ウロボロスが犯罪組織であるなら、あのネクストが組織の口封じをしたのかも。じゃあもう戻ってこないのだろうか。遊ぶにゃ。落ち葉どうしよう。無事見つかって本当によかった。ゴン大丈夫？痛いとこない？いや、オペが痛い。本当に心配したんだから。チアのバカ。つーかさ、兄ちゃんの話から察するに、つまりはなんでも見せんなよ、ケイちゃん。違う、誤解だ。わざと見せたわけじゃ。天才にも程がありますわ。トラップ発動。弾丸でお仕置きです。お母さんの目をごまかせると思ったか。お兄ちゃんが悪いんだもん。プライバシーの侵害なんだもん。起きろって。朝稽古の時間がなくなるぞ。っていうか昨日と組み合わせ違いますね。いやー、あいちゃんね、かわいい。すべすべ、高揚するぞ。早くて怖い。こらこら、リーバー、挨拶が先だろう。ほらご覧なさい、香らない。曇りだからって油断してはダメよ。紫外線は同じぐらい届いているのだから。